C3 プレゼンツ劇団エグゼルのリプロフィール。こんばんは、劇団エグゼルです。青井翔です。八木正康です。さあさあ翔くん、2週目に入りました。入りましたね。最近寒くなってきてませんか？いやもうね、最近寒いよ。朝起きたら。なんか冬自宅みたいの冬自宅準備してますか、ね、これあの服のなんか、はい、あのもうこれは着ないだろうなとか、はい、そろそろこういう暖かい目が必要だろうなとかは準備はしてるけど、はい、準備ってなんか畳んでしまっとくんですか？うん、なんかね服を置いてるところに1軍2軍3軍ってあってあ、クローゼットに。そうそうそう、1軍によく着るやつを入れて、はい、で2軍にちょっと着ないやつを落として。あ、そうなんですね、うん、俺全くもうオールシーズン何も変わらずなんで常にあるんですよ。あ、そうなんですか。強いて言うなら最近やっとクーラーを使わなくなりましたね。ああ、もう寒いね。やっと寒いね。本当に暑がりだから、うん、僕、うん、俺もクーラーでももう使わないですよね。もう使わない。うん、ちなみにあのお手伝い役の総口秋久ですけども、はい、あの1軍2軍と2軍と3軍入れ替え制とかあるんですか？いや、ちょっと1軍に上がってきたなとか。ほとんどないですね。じゃあなんで3軍とかかわいそうじゃん。だって誰かにあげたりとか、なんかこうとか、ね、あ、3軍は小沢が持ってったりします、ね、そうなんですか、はい、これいいじゃないですかとかっつって、小沢着るっつって、おうおうって言って持ってきますね。で着てたりする？実際に結構ありますね。結構着てますよ小沢さん。本当ですか？これ翔くん着てたやつですよね結構あります。それはもう3軍いや今思ったら3軍、それが3軍だったのかは分かんないですけど、次から小沢さんが あれ翔くんの3軍のやつを着てるんだっていう目で見てしまいますよもうだから自分の中ではもうかわいそうだけども、戦力外通告をした洋服を、ね、はい、逆にいやまだいけますよって。はあ、でもぐっちゃぐちゃですか、八木さん。でも1年中同じってことはもう、いや揃ってます。僕着なくなったらすぐもう捨てたりとかするんで、あげたり捨てたりするっていう、はい、じゃ常に1軍しかいないっていう。そうですね、はあ、基本そうですね。うーん、それの2人の性格の違い全然違いますやっぱね。マセスしかも綺麗好きですよね。あ、几帳面だって。几帳面。はあ、まあでも最近ちょっと部屋荒れてきたんで。あら、荒れてきた。そうなんですか。でも部屋のあれは心の乱れてるじゃないですかね。ちょっと心乱れてる。ちょっと乱れてるかもしれない。乱されてる。やっぱり、ね、季節の変わり目ってちょっと乱れやすいんですよ。あ、季節の変わり目ね。ちょっとこれ気持ち引き締めないとダメです。なるほどね。まあ、確かに。はい。さあ、C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。毎回劇団 EXILE のメンバーの皆さんがリレー形式で登場。巷で話題のさまざまなキーワードをはじめ、リスナーの皆さんからのお題目質問をもとに、これまでのプロフィールには載っていない意外な一面、男の本音を引き出していこうではないかという内容なんですけれども、今週も軽快なウィットに富んだトークを期待しております。はい、お知らせの後は早速巷で話題のキーワードをもとに男3人でゆるく喋っていきます。どうぞ最後までお付き合いください。C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。改めまして劇団 EXILE の青柳翔です。八木正康です。そしてお手伝い役の総口秋久です。さあ、今夜も巷で話題のキーワードをはじめ、ぜひお二人にご意見を伺いたいというテーマから早速いきましょう。後輩たちに好かれていますかという。これはね、はいはい、難しい問題だと思いますよ僕は。あのこの番組に以前来たね佐藤さんとかもう服買ってくれるからもう大好きだって言ってました。好かれてる。それ結果あれじゃないですか、はい、服買ってるからじゃないですかあれ、いや、そうとも言うかもしれない。それはなんかズルですよね。ズルだよね、はい、うん、人間としてということではないですもんね。でも服買ってくれるからっていう、それみんな好きになりますよね。買ってくれるんだったらね、うん、そりゃいい人だって、うん、それいい人だ、服買ってくれるんだ、いい人だって俺だってなりますよその真顔で言われる。あとなんか他のあれ、あ、そっか、小野塚さんは、はい、あの荒木さんがご飯おごってくれるから大好きだっえ、そうね、俺だってご飯おごってくれたら好きですよ。ご飯おごってくれるのに嫌いっていう、それはないですよ普通ね。確かにそれで嫌われてたら最低だなおごってもらってんのに嫌われてるってなったらね、
そういうとこじゃないんだよな、あの二人。違うんだよな。もっと日常にラブをウェブ型マガジン、メンジョイに掲載されて、もしかしたら自分、嫌われているのかもと密かに思い悩んでる皆さんのために、嫌われているサイン7つ。うん、あと、嫌われている人あるある。うん、ご紹介したいと思います。怖いですね。怖いな、怖いな、これ。もしもなんか、あれと思ったら教えてくださいね。はい。なるべく、嫌われてる際にね、近づいてこない。ね。あ、近づいてこないですな、とか。あと、喋ってるのに、なんか話を切り上げようとするっていう。ほう。はい。これ、上ずってんじゃん。考えすぎて声上ずってたよ。なんでそんな話を切り上げようとするのかな、すぐに、みたいな。はい。なんか最低限の付き合いしかしてくれないな、とか。はい。それはないですかね。あれなんか作り笑いじゃない今みたいな。なんか笑ってくれてるけど、作り笑いしてないかみたいな。SNS で、なんか俺とフォローしてくれないけど何なのみたいな。はい。繋がってくれないな、とか。なんか話はしてくれるんだけど、全然深い話してくんねえな、みたいな。うん。はい。物を貸し借りしてくれないな、とか。なるほど。どうですか、これ。僕基本的に物の貸し借りは絶対にしないって決めてる。そうなんですか。はい。なんで？いやー、揉める原因になるんですよ。確かにお金の貸し借り良くないとか言いますよね。それはもちろんね。あと物もあんまりしないですね。はあ。あ、そう。やっぱりその親しき中にも礼儀あるじゃないですけど。確かに。これは八木家の家訓で。あるんですか。貸し借りはあまりするなと。あ、やっぱそういうのがもうちっちゃい頃から言われてたんで。確かに子供の頃からもあいつ借りたの返さないなとかって言うと、やっぱなんかちょっとね。あ、確かに小学校でゲーム機とかでもなんか仲が悪くなったりしましたね。ソフトを借りたまんま返さないとか、借りパクってやつですね。そうそう、ありましたありました。ねえ、CD とか傷ついて帰ってきたりとか、はいはいはい、やっぱそういうのでやっぱ揉める原因になるんですよね。あいつさーってなりますよね。だからもう貸す時はあげるぐらいの気持ちで何でもしないとダメだ。そういうことで、お金本当に貸すんだったらもうそれも返ってこなくても怒らないぐらいじゃないとぐらいの言う人もいますよね。そうですね。ああ、物の貸し借りしない。しないです。だから別に八木さんから物の貸し借り断られてもそれは嫌いじゃないんだよ。ああ、それは全然違います。はい、逆に空いてるからこそその関係がよじれたくないから、ああ、そう、貸し借りはしない。なるほどね。俺物の貸し借りありますね。ありますか。もうまず貸したことを覚えてない。あ、マジですか。じゃあそれは揉め事にならないですよね。ならない。返さなくても、貸したこと忘れちゃってるわけで、はい。逆に帰ってきたら、お、なんだこれ。あ、何これ。あ、ああ、ああ、オッケーオッケーオッケー、みたいな。ああ。なんか最近借りました？貸したり。貸したり。誰にか何を貸すんですか？お蔵さんあたりに何か貸してんの？貸してんの？もしかしたら。いや、なんか貸したっけな。全然覚えてない。全然覚えてない。絶対揉めないですね。全然揉めない。これは揉めない。完全に忘れちゃってるもん、今。なんか貸したっけな。ほら、もう。ねえ、やばいやばい。ねえ、うん。あとなんかあります。作り笑いされたりとか、話をすごい切り上げようとされたりとか。相手が作り笑いを浮かべるってことですね。そうですね。したら、あれ俺嫌われてんのかな、とか。ちょっともはやもう、相手の作り笑いを、見ることすら、はい、したくなってきたからな。なんかもう分かんないじゃん。作り笑いか作り笑いじゃないか。ああ、相手が心からの笑いなのかどうなのかっていうね。うん、そんな作り笑い上手い人います？ああ、そっか。愛想笑いってことですね。そうですよね。ああ、これ完全になんかちょっと。ああ、なるほどね、ええ。本当の気持ちじゃないけど、まあ笑ってくれてんだな。でも笑ってくれてるってことは向こうからそんな嫌いっていうよりもね。うん。なんかちょっとこっちの気持ちよくしようとしてくれてるのかな。で、小野塚の笑い方ってさ、基本的にちょっと気持ち悪いじゃん。だからさ、どういう笑い方だったっけなみたいな。それは作り笑いではない。作り笑いじゃない。それは独特の笑い方なんじゃないですか。独特の笑い方。別に相手に対して嫌いとかじゃないんですか。ない。しょうがない。変わった笑い方をするっていう、ね。あ、じゃあ大丈夫かもしれない。逆にこれ嫌われちゃう人あるあるっていうね。はい。うん、自分の話ばっかりする。うん。はい。もうなんか自慢みたいな話ばっかりするね。はい、自慢げに。あと、異性の前だけですごい態度変わる。はい。ね。あと、嫌な仕事とかを人に押し付ける。はい。うん。あと、なんかあったら、もう俺が、とかって被害者ぶる。はい。これ、どうです？大丈夫ですか？僕、あれですかね。異性の前だけで態度が豹変するかもしれないです。あれ？豹変まではいけないけど、だって、変えないとダメじゃないですか。男性に対する。そうか。男同士の時と同じ感じでいくと女性も、え？っていう。はい。うん、しかも僕やっぱり男兄弟3人なんで、その女性の接し方って、絶対下手だと思うんですよ。あ、
だからそれをちょっと気をつけるようにしてますかね。もしかしたら周りから見たら、あいつなんか女の人の前でちょっとなんかいいやつぶんな、みたいな思われてるかもしれないですね。はい、でもやっぱりその男同士とはちょっと変えないと。いや、絶対違います。それは。うん、俺自分の話ばかりする。はい、自慢げに話す、はい。異性の前でだけ態度が表現する。はい、被害者ぶる、はい、小沢に当たってはまってたじゃん。小沢さんそうですか。そうですか。なそうですか。好かれてるんですけどね。みんな、いやみんな大好きですよ。みんな大好き。みんな小沢さんの話絶対出てきますもん、毎週。ですよね。毎回出てくるんですけど、うん、でもこの中のあるあるは結構当てはまる可能性があるって、ね。可能性がありますね。自分の話ばかりする。あくまでも可能性ですけど。被害者ぶる。はい。じゃあこれ今度来た時に聞いておきますか。お願いします。はい、ではここで一曲。今週は八木さんが選んでくれた、はい、じゃあこれついにやっぱ八木さんのアルバム4から曲いきますか。はい、はい、いよいよ。いよいよ来ましたか。僕が大好きな曲でですね。あ、どの曲なんだろうな。カラオケで最近というか前もそうなんですけど、はいはい、必ずこれも歌うんですけど、うん、早速曲紹介したいと思います。はい、聞いてください。はい、桜庭与一郎さんで一人ぼっちの歯ブラシ。ちゃうやん。C3C プレゼンツ劇団エグザイルディープロフィール。今夜は劇団エグザイルの青柳翔と八木正康がパーソナリティを担当しています。劇団エグザイルのリプロフィール。さあ続いてのキーワードこちらです。はい、劇団エグザイル全員アンケートって毎回これやるんですけども、よく、はい、小沢さん鈴木さんが MC を務めた9月2日9日のオンエア会でご紹介しました。こういうメッセージ来たんです。ホラーやサスペンス映画を見ると誰が生き残るかを推理しちゃうね。自分の見解では、主役と絡んでる美人と子供は生き残る確率が高いと思ってますという、それを江戸川区のさゆさんって方がメール送ってくれたんですけども、うん、そこでもしも劇団エグザイルが総出演するホラー作品、うん、あるとしたら真っ先にゾンビにやられてしまう人は誰なのかね。最終的に生き残るのは誰なのかという予想をお願いしますと。さらに生き残るイコールサバイバルという観点から劇団エグザイルのメンバーとサバイバルな状況になった時に誰とサバイバル生活をしたいのかという質問もしてみました。これですからね、来年セルフプロデュースの舞台がありますからストーリー展開の参考になればということでこの質問に皆さん毎回答えていただいてるんですけども、はい、ちなみにその時に小沢さんと鈴木さんの答えは、はい、真っ先にゾンビに殺されるのは、鈴木さんは小沢さんだただ小沢さんもうん俺だなっていうね、で誰とサバイバル生活をしたいのかってね言ったら、鈴木さんはあ逆にこれ小沢さんだとね。逆にサバイバルしたくないのは、鈴木さん小沢さんともに八木さんとは絶対にサバイバルしたくないっていう、はい、理由は潔癖症だから無人島とかに行ったら全然役に立たないんじゃないかっていう。なるほど、ちなみに前回、はい、秋山さん町田さんにも聞いたところ、これかなり詳しくいろいろイメージしていただきました。これ真っ先にゾンビにやられるのは秋山さん町田さんともにせーので小野塚さんっていうね、うん、理由は不幸が似合うひでえな。ね。あと、小野塚さんが、鈴木さんをはめようとするんだけども失敗して、自分がゾンビになるんだけども、最終的にはメンバーを食べようと思っても、食べることができず、泣かしにかかるっていう。ねえ。そういうのがありました。で、さらに最後まで生き残りそうな人は、秋山さんは、青柳さんだって。ああ、確かに。理由は、ああ、そういうね、もうシーンが浮かんでくる。うん、ね。町田さんは、佐藤さんだ。ね、うん、危ないことをしちゃいそうだけど号泣しながらもあ生き残っちゃったラッキーとかって最後エンディングになりそうだっていうね。サバイバル生活を共にしたい人秋山さんはいろいろやってくれそうなのは小沢さんなんだけどもあいつは備蓄している飯を食ってないって言いながら食っちゃってるっていうね俺食ってないですよって言いながらもうガンガン食って結局2人とも早く死んでしまいそうみたいな、うん、ね。あと町田さんはスウェーさんね、お互い単独行動するけども楽しく生き残れそう。逆にサバイバル生活をしたくないのは、秋山さん町田さんともに小野塚さん。秋山さんはご飯に誘ってもゲームばっかりしていたこともあるんで小野塚さんとはサバイバルできる気がしないっていうね。町田さんの理由は小野塚さんがすぐに病気になりそう
ちなみにお二人は、ヤギさんも無理かな、理由は無人島でウォシュレットがないだけですげえイライラしてそうだから。トイレもないでしょ。これどうですか、これお二人の考えだと、青木さん、ヤギさんは。真っ先にゾンビにまずやられそうな。やられそうな人。はい。これ鈴木だと思うんですよね。おお。なんか体がっしりしてるし、なんか。いや、意外と、はい、何も怖がらない人はすぐ死ぬんですよ。はい、あ、なるほどね。臆病者が一番生き残るんですから。すごい、本当になんかそれっぽい。だから鈴木さんとか自分より強いから、なんて感じでうわーっていくと、ガバ何かのアクシデントに起きて、死ぬんですよ。なるほど。勇敢なものはすぐ死ぬんですよ。かなり怖い怖い。はあ。なるほどね。そう考えると鈴木さんね。はい、あれ八木さんどうですか。俺誰だろうな。なんか秋山さんのような気もしますね。なんか秋山さんって優しいから、ね、ちょっと俺見てくるわそこらへんつって、で一向に秋山さん帰ってこなくて。あれ、秋山さんいないんだけど、ちょっと探しに行こうぜ、って。秋山さんの泣き殻があって。秋山さーんつって。ああ。身ぐるみ入って、俺ら。じゃあもうこれいらないっすよね。めっちゃ俺これになるわ。秋山さんなんか犠牲になりそうな気がする。ああ、優しいから、うん。じゃあ逆に最後まで生き残るのは誰なんですかね、これ。カンタか翔くんなんですけど、多分これ二人残るんですよ。あ、二人残る、はい。これやっぱ翔くんっすね、俺も。へえ。なんでかっていうと、もうなんか全てが自分の書いた筋書き通りに進んできそうな気がします。はあ、そうですか、うん、あれどうですかこれ。俺小野塚だな。マジですか。これ皆さんと全く違いますね。例えばなんか起きるじゃないですか、はいはい、どうする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 ってみんな考えて、はい、じゃあ俺が行くって言っても、うん、小野塚は絶対行かないですよ。あ、絶対行かないっす。行かない。なんで行かない。陰でこうやってやってるんですよ。でも、可能性的には死なないんですよ。そういうやつが。そうか。さっきの勇敢でガーって行くやつが死ぬっていう。はい。だから、はい、例えばなんか戦いがあった時に、はい、攻めてないやつほど生き残るんですよ。だからもう、俺は小野塚なんじゃないかな。意外に生き残るんじゃないかっていう、ね、はい。で、それを生き残ったところを後ろから刺すのは俺ですけどね。でも筋書き通りでこれ。本当は途中で一回ゾンビにやられてるのかでみんな思わせといて。そう。まず一番最初に死んだふりしといていなくなっといて、で、陰でこっそり見といて、で、小野塚が、勝ったやった時後ろで。めちゃくちゃ悪いやつですね、すげえ。でもそういう展開たまにありますよね。あの人死んでたはずでは、みたいな。大どんでん返し。そうだ。それが俺の理想ですかね。なるほどね。理想なんだ。逆にじゃああれですか、サバイバル。はい。無人島とかに二人きりになるとしたら、サバイバル生活やりたいの誰ですかね、これ。これ、軍抜いて小沢さんじゃないですか。え？軍抜いて。小沢さんって絶対どこでも生きてきますもん。ああ。しかも、兄貴肌だし。あ、だから小沢さん、すべてなんかやってくれそうな。でも、そこがさ、空腹、水もない。はい。極限の精神状態、うん、ってなった時、うん、あいつ豹変するぞ。どんな焚き付け方。豹変するかな。いやでもなんか俺のイメージは、まさやついいよお前食えよっつって、あ、なんか僕小沢さんってそういうイメージなんですよね。それは今お腹がいっぱいだから。一週間ご飯食えずにその無人島にいてみ、はいはい、もうビチクとか隠してるもんね。あ、もうこれしかないって言ってんの実はめっちゃ隠してる。はあ、これしかないんだ。怖い。もう誰も信用できない。え、じゃあ誰ですか、じゃあサバイバル生活。俺は町田すかね。おお、意外。どういうことですか。動けるし。あ、いやいや。動ける。はい。動けるし。はい。全く違う意見を持ってきそう。ああ。そうか。そうか、その手があったか。みたいな感じ、はい。あ、なるほどっすね。見ていこうっていうね。あ、じゃあ逆にサバイバル生活したくないのは誰ですか。俺、小沢。ええー。逆ですね。そう。面倒見はいいよ。はい。面倒見いいし、うん、兄貴肌だし。はい。でもなんかね、ちょっと雑なんだよね。
あ、なんか、どうするみたいな。釣り糸でも作る魚釣った前に、あ、やってるよ、やってるよって、ピッて。全然できてねえとかよく言ってたそういうことが多々ある。あ、なるほど。それは命取りだっていうね、サバイバル生活ではね。はい、どうですか。俺、ハヤトですかね。はい。なんでかっていうと、あいつ、ポンコツそうっすね。なんか、何にもできないんじゃないか。僕以上に何にもできないかもしれないです。ああ。なんか、いいよ、じゃあ俺やるよっていうのが、ほとんどになっちゃいそう。ああ、それは大変だ。結構任せっきりになっちゃうんですね。それでもし究極の死の選択迫られたら、小野塚正義のことを平気で背中押すんだよ。絶対食っちゃう。小野塚は絶対にしたくないですごめん、正義。背中押して。一応謝りながら。あーって正義んで。あり得る。なるほどね。で、そって生き残ったほうが早くなるね。そして焚き火のとこ戻って肉食って。それを後ろから青柳さんがブスッとどんな話なんですか。このように劇団 EXILE の皆さん、聞きたいこと、こんなテーマで本音を引き出してほしいというお題目、素朴な質問や感想なども添えて rp@1242.com から送ってください。お待ちしています。 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。劇団 EXILE の青柳翔と八木正康とお手伝い役の総口昭久がお送りしてきました C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、2週にわたって青柳さんと八木さんにラジオ登板していただきましたけども、もうなんだかんだ言って3ヶ月後に開幕します。劇団 EXILE のメンバー9人全員揃って出演する舞台、劇団 EXILE 勇者のために鐘は鳴るということで、いや結構近づいてきましたね。そうですね、もう本当にあっという間なので、うん、みんなと連絡して、なかなか全員がこうね、その練習のところに揃うの大変ですよね。そうですね、各々の活動もあるんでね、どんな内容になるんでしょうか。こちら東京大阪の2つの会場で全21公演ロングランです。東京は赤坂アクトシアター、2020年1月24金曜から2月2日日曜日、大阪は梅田芸術劇場メインホール、2020年2月13日木曜から2月16日日曜です。すでにチケット先行予約なども行われましたが、一般発売あります。11月30日ぜひチケットをゲットしてください。舞台の最新情報などは LDH のオフィシャルサイト、劇団 EXILE のオフィシャルツイッター、そして青柳さんのツイッター、八木さんのインスタグラムもぜひご覧ください。そして今夜のスタジオでの様子は日本放送のホームページ、リプロフィールのホームページからご覧いただくことができます。また雑誌 C3 のインスタグラム公式アカウントでは、一流モデルのオフショット写真などを日々公開しております。公式インスタグラムは SHETHREE で検索してください。次回は劇団 EXILE の誰かと誰かが MC として登場します。お楽しみに。この時間のお相手は青柳翔と八木正康と総口昭久がお送りしてきました。 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロビール、またねー。